はい、南にある島、うんうん、八丈島に行きます。めっちゃ晴れてるね今日。これから飛行機乗ります。いや大丈夫。からさ、もうご案内中。知らないことなんですよ。久しぶりの飛行機楽しみです。マジで。これダメってこと？え、マジで。やめとく？え、そんなに登山って時間かかるもんな。
やめとこうか。うん。フライ牧場行こうか。そうだね。どれ行こう。登山前に一度フライ牧場へ、自販機トイレがありますって書いてある。ん？もうこっち行こうか。そんなに険しいんかなこれ、ね。逆に気になるけどね。うんうん。トレッキングシューズだったらよかったかも。ちゃんとあのかかとまでホールドされるやつ。まあいいけど、これミリタリー。じゃあフリアイ牧場行くか。うん。でその後海行く。うん。その後降りて海の方。うん。まあね。次の楽しみにしましょう。うん。ここは今どこにいるかと言いますと、道の途中にあったハワイアンレストランみたいな、ね、おしゃれだ。めっちゃおしゃれだよね。普通にお腹空いてたらもっといっぱい食べたよね、うん、でもさっき私たちはスーパーで買った島寿司をいっぱいね食べたので、うん、少なめでホットサンドと紅茶とカフェオレっていう感じで1日目のご飯を締めていこうと思います、うん。めっちゃかわいい、ここのテーブル。椅子もコーラなんだよね。
じゃあ今どこにいるかと言いますと、なんとか湾だよね。名前忘れちゃったけど、垂水湾だっけ。垂水湾なの。そう、ここは湾で囲まれてるんです一応。はい、超綺麗。こちらがですね、なんとジャングルのようなちっちゃいヤシの木がいっぱい生えた場所があったので、つい撮りました。ここ誰もいなくてめっちゃ静かだったんですよね。不思議ですよね、なんかちっちゃいヤシの木みたいなやつ。植物名はわかります。で、ちっちゃいなんか川とかこういう橋みたいな場所もあって、こんな感じですね。人はほぼいませんでした。はい、ではどうですか、ここは。ここは見晴らしの湯っていう八丈島の綺麗な景色を見ながら入れる露天風呂があります。はい、その景色とは、わー、デイン、ワンダフル。ここの両側が女性男性の露天風呂になっていて、いいですね。同じような景色が実際お風呂に入りながら見ることができます。めっちゃいいです。はい、じゃあまた次の場所で。